いこと大きく離れているせいか、あの寒さも懐かしい。知っているだろ、俺は退屈な日々が嫌いだって。幸いなことに義勇にはあらゆるところに導火線がある。こうして火をつけてやれば。まとめてかかってきた。刺激が足りない。まあディナーの前のおやつとしよう。そろそろ締めか。キュウリ。そうかな。賢い者は警察に死へと足を踏み入れをしない。勝った当然の結果だけど手加減はしないよ。というわけで兄ちゃんは野暮用でしばらくリーウェで暮らしている。なあトーニャ、どうか安心してくれ。女皇が望む未来、スネイシネーの望む結末が必ずやってくる。